もう完璧やん。あ、ナイスナイス。史上最強最軽量ミガルグレ、細くて強い、その名はヘラリグレ。はい、おはようございます。大縄張りスタッフ豊村です。本日私は、こちら長崎県の、ですね、脇岬漁港の方に来ております。だいぶね、秋めいてきたんで、秋といえば落とし込み釣りです。ちょっと今回はね、ちょっと長崎の方にちょっと海域変えてちょっと挑戦したいと思うんですけども、また私一人じゃ不安なんで助っ人の方来ていただきました。フィッシングショップ小川さんの小川さんです。よろしくお願いします。小川と申します。お願いします。状況としてはどうなんですかね。状況は小さなベイトがね、はい、ここ最近入ってきてるんで、あ、結構イワシ、イワシ、この形イワシですね。いいですね。入ってきてるんで、はい、チャンスは多いになると思います。まあ、ちょっとね、台風が来てちょっとどうかなと思うんですけど、どうにか出船できそうなんだったら、はい、まあ、頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。それでは本日も一日よろしくお願いします。こちらがですね、高島のちょっと沖になります。それでまず、私が使う仕掛けがこちら、落とし込み号サビキ4本、フラッシャー&サバカワ、まあ、通称、晴天用。今日ちょっとね晴れてますんで、こちら晴天用を使っていきたいと思います。鉛はちょっと、まあ、こちらね60号の方ですねで使って、やっていこうと思います。まあ、いろいろ今日は秘密兵器を何個も持ってきてますんで、まあ、おいおいちょっと、釣れ方で変えていこうと思います。頑張ります。速攻勝負ですよ。どこんのやろベイト。来ましたね。ピックアップ中に食うたな。これなんかベイトじゃないんかな。私もそうなんですけども、同船者に聞いたら押してる間よりも上げてる間の方がなんか作るみたいですね。なん今のところ着いた？あ、来た？来た？
え、あ、ナイスナイス、やりましたね、森さん。やりましたね。ねえ、これ朝の私のあれてます仕掛けのチョイスのね、完璧でしょ。いいチョイスでした。ねえ、え、どんな感じで？あ、もう下、落とした時にですね、うん、はい、もうすぐベイトついて、はい、でそこからもう下にそこまで落としたらもうこので、そこからもう5回転ぐらいですかね、5メートルぐらい巻き上げて、あ、そこからですね、このめちゃくちゃ美味しそうな練り子これ美味しいんすよ、これですよね、はい、まあ今日ちょっと良さそうな感じですね。はい、もう出だし好調ですね。さすがです、お見事。はい、ありがとうございます。はい、やりましょう。まだかけましたわ、森さん。はい、ちょっとね、同船者のね、森さんがね、晴天用の方の皮ばっかりつくっていうことで、まあ、こちら曇天用ですね、こちら、どんでん用はハゲカーとサバカーのダブルなんで、これでちょっと効率よく釣っていきたいと思います。多分これでいけるんちゃうかな。ちょっと先ほど高島の沖が、まあ、船長がちょっとベイトの反応が悪いということで、こちらで40分ぐらい走ってきて、こっちちょうど長崎の大瀬戸の沖になりますかね、まあ、水深が 70m で、まあ、この辺もともとは青の多い地域なんで、まあ、ちょっと頑張ってみたいと思います。着いた。そこやね。そこで着きましたね。待ち続ける。結構正体なんかアジっぽいらしいんですけどね、ここの海域は。とりあえず一匹ですね。はい、ちょっとさっきだいぶ北の方に上がったんですけど、ちょっと向こうの方もベイトの反応薄いということで、また元の朝市のこの高島の沖のポイントに戻ってきました。まあ、朝市結構魚の顔見れたんで、まあ、どうにかここで魚も釣りたいと思います。小川さん、はい、ちょっとジギングダメだったんですけど、はい、ね、ですね、そんな小川さんにね、いい仕掛けをね、こちら落とし込みジグサ引きモンスタースペシャル、これね、
ジギングしとって釣れなかったって、ちょっとでもお土産欲しいなっていう時に、ちょっとショートのね、はい、落とし込みの仕掛けになってますんで、はい、これをジグの上につけてもらって、まあはい、やってください。ありがとうございます。着いた。よう餌つくようになったんですけどね。こんなのつく？え？ついた？え、上の方におる？いや、本命。下の方やね。なんかついとこたけど分からんすね。全然引きもせんとですけど。や山ほどベイトンする。噛まれてますね。あ、食い込めばよかったに。残念でした。はい、来た。あ、殺菌というよりでかかってしまい、言い方かも。いるね。え、いりますね。さすがばい。見えてきた。おい。これ片岡や。片岡ですばい。ちょっと回れ。気持ちサイズアップ。やりました。仕掛けは何号のやつか。仕掛けは針が7号ですね。の、フラッシャーとサバカワの交互のやつです。これさん、はい、いい練り子やね。はい、サイズアップしましたね。ね、本当に。はい、これはやっぱあれ、もうすぐベイトをつけてボトムまで落としてから、うん、はい、5回転ぐらい回してですね。5回転ぐらいちょっと浮かして、はい、上げてから食ってきました。お見事です。ありがとうございます。はい、まだまだ釣ってください。頑張ります。ちょっと今日腰椎切らんわ。いや頑張ってください。いや頑張る。お願いします。僕もちょっとね餌は作るようになってんけどね。ちょっとどうも。もうすぐ着きますよ。はい、大丈夫です。頑張ります。本日、私が使用しているこちら、落とし込み号サビキ4本、フラッシャー&サバカーと、ハゲカー&サバカーです。こちらは晴天用、どん天用ってことで本当に分かりやすい仕掛けで、もうイワシもバンバンつきます。はい、そしてこちらですね、落とし込みジグサビキモンスタースペシャル、以前は、ハリスが10号までの、落とし込みジグサビキがあったんですけども、今回新製品としてハリスが12号と14号、ちょっとあのモンスター級ですよね、まあ、10キロぐらいのヒラマサでも対応できる仕掛けとなっております。まあ、プレジャー等で大人気な仕掛けとなっております。しぶり食わせ号サビキ、こちらも新製品となっております。こちらの仕掛けの特徴が何といってもハリスの長さが25センチ、25センチだから何なのってことなんですけども、25センチにすることによって、まずベイト付きのこのフワフワ感ですよね。これがすごい渋い時でもベイトがつきやすくなって、かつベイトがついた時このベイトの可動域が広くなって、まあ、本命のアピールもかなり良くなります。こちらも、ハリスがね、20号ハリスまで、
ありますんで、ぜひこちら渋い時にはこの仕掛けお求めください。はい、ちょっとで今日あの朝からもう九州のガチンコスタイルの落とし込みのタックルでやってたんですけども、ちょっとP5 号とかなんで、ちょっと魚が嫌がってるのかなということで、こちらちょっとライトな P2 号の方のタックルに変えてちょっと再度挑戦してみたいと思います。今日よく釣ってる森さんも P2 号ということなんで、私もちょっと2号で攻めてみたいと思います。それでは、この落とし込みの、基本的な釣り方言います。まず重りは必ず船頭さんに聞いてください。大体船で統一しますんで、今日はちょっと65使ってますんで、そして、仕掛け投入します。投入したら、船頭さんが水深 と、ベイトがおる層を教えてくれますんで、そのベイトがおる層のちょっと上ぐらいからゆっくり落とします。まあ、ここで例えばベイトがついたら結構竿にブルンブルンブルンっていう当たりが出ますんで、すごい誰でも分かる当たりになっております。そしたら一気に下まで、でそこついたらちょっと切ってあげてください。ちょっと根がかりとかするんで、まあ基本ねヒラメとかも一番下にボトムにおるっていうイメージなんですけども、結構上見て餌がいたら飛び出してくるんで、まあいかんせん浮かしてそのままとじーっと待っとくだけです。そして結構ねアジやらイワシやら、この仕掛けにつくんですけども、結構イワシがね結構弱かったりするんで、もうこの竿先にブルンブルンっていう当たりがなくなったら、また餌の付け直しで先ほど の船長の指示なのですね、までは一気に上げます。はい、上げて。これで結構ね稀にこの上げてる最中にもベイトがつく時ありますんで、もう本当に気を抜かないようにしてください。まあ、以上が、落とし込みの基本的な釣り方となっております。上げてる最中でしたね。餌つくのいいな。本命がこんばい。新鮮なこれイワシはこの餌ようつくんですけどね、なかなか本命が、はい、まあでも餌つかなければ先に進まないんで、まあどうにかとりあえず1匹釣りたいと思います。はい、ベイトつきました。ヒット。よし。よし。
速攻でしたね。まだ練り子ですね。ちょっとサイズダウンですね。はい。置いたら餌つけて落としたらすぐですか。そうですね。餌つけてすぐですね。やっぱ3回から4回巻き上げてからじっと待つみたいな感じでね。ビートつきました。つきました。餌つくんですけどね、もう弱ったかな、これ。はい、ヒット。先よりはいいサイズです。血がついてきよる。そう。血がもついてきよる。やめろ。やめろ。そう。よっしゃ。血がはつらんでよかった。はい、ありがとうございます。9m でついた。やっぱ上でついてるわ。巻き上げやね。巻き上げで。ですね、これ。すごいブルブル言ってんのに。ベイトつきました。お、来た。来た。前行きました。面白い。
の、え危ない危ない危ない、ヤズ、ヤズ、なんで、しかもええやつですよ。よかばい。よかばい、これでよかばい。よかばよか、これで。いやーもう完璧やん。そうですよ。ちっちゃい。さすが。ヤズでーす。ヤズでーす。なぜか私だけヤズ。仕掛け落とし込み後サビキのドン天用ですね。の7号です。今日ちょっとやっぱハゲ川とか川系にすごい、ベイトの反応良かったんで、ちょっと今日ずっと使ってました。まあ嬉しい1匹です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ、あ、オープニング見ませんでしたよね。そうですね。突然ですね。突然ですね。もうびっくりするわっていうかもう今日ね、本当森さんいなかったらこれアウトですね。アウトでした。本当に。もうね、まあね朝からねちょっとぼちぼち森さんを筆頭に結構いいイワシついて、うん、うん、僕もちょっとつくんですけどちょっと本命に至らずで。うん、でも途中3人トリプルヒット、はい、ね、いやー僕もあれでもちょっと一安心しました僕は本当に。まあでも今日の MVP はもう何を隠そう森さんですよ。ありがとうございます。もういっぱいもトレーダーが稼いでくれてね、森さんにもう付きっきりのカメラついてもつって普通撮れなくなるんやね、あの時は。まあ、まあね、魚時代は濃い海域なんで、うん、まあね、来年もぜひこの3人で頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いしますね。はい、それでは本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。一本の鋼から釣り針を作り出す。半世紀以上も前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い、パーフェクションインフックスオーナー。